認定 NPO 法人環境リレーションズ研究所、鈴木です。私どもではですね、日本人の環境意識ってものすごく実は高いんです。もうドイツとかスウェーデンだとかに日本人の環境意識は負けているって言われる方々が多いんですけれども、実は全然負けてなくて、どちらかというと日本人の意識の方が高いんですね。でも動かない、その動かない層を動かすための取り組みというのが、私ども環境リレーションズ研究所の活動の核になっています。でその中の主たる事業がプレゼントツリーという、人生の記念日に木を植えようを合言葉に、記念樹によって日本中もしくは国外もやってるんですけれども、国内外の荒れている森、それから放置されている森、台風とか火災などの被害に遭った森、これらの森を再生するというプロジェクトを進めております。で今回はね、ジープ試乗すればするほど森が広がるキャンペーンっていう感じで、試乗してくださった方々にプレゼントツリーを抽選でプレゼントするっていう、このね、車、興味があった車、それに試乗試しに乗ってみましょうっていう、そこの最初の一歩でプレゼントツリーに触れること、プレゼントツリーへの一つの、アプローチができて、その最初の一歩から今度はじゃあもしね、その抽選に当たって当選してプレゼントツリーを飛騨高山の森に持ったらば、その森まで自分のそのね、記念すべき愛着の湧くべき、里親になったキープレゼントツリーの一つの苗木を見にジープに乗って飛騨高山の森まで行こうっていう、こう日常の動線に全部つながってるじゃないですか。でこういうのがね、すごくプレゼントツリーの中では、参加者たちがたくさん集まってくる根底にあるので、ぜひともね、ジープのファンの方々にもたくさんプレゼントツリーに参加していただいて、苗木の里親さんになっていただいて、現地にジープで足を運んでほしいと、そういうふうに思います。当日はですね、日本を代表する楽しい森づくり団体3団体で、リアルの森のブースを構えておりますので、ぜひお忘れなくこちらにお立ち寄りくださいませ。よろしくお願いします。